それでは時間となりましたので本日の説明会を開催させていただきたいと思います説明会開催に先立ちまして新型コロナウイルス感染症拡大防止のため座席同士の距離の確保及び換気の方を実施させていただいておりますまたマスクの着用席エチケットについてご協力をお願いいたします続きまして受付でお渡しました資料についてご確認をお願いいたします 受付で、えー、バインダーに資料を3点、えー、お渡し、お配りさせていただいております。えー、1点目が次第、2点目が泉区役所建て替え事業基本計画中間案概要版、えー、という,う印刷、カラー印刷のもの一部、えー、最後に3点目として、えー、意見記入表の3点となっております、えー。お手元に不足がございましたらば、手を挙げてお知らせください。 よろしいでしょうかははい、はい、えー、それでは、えー、泉区役所建て替え事業基本計画中間に関する市民説明会を開催開始いたします、えー、本日司会を担当いたします、えー、仙台市財政局財政企画課の磯部と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、また本日は次第の裏面に記載しております市役所の関係部局及び え本事業を共同で進めております三菱自所株式会社東ー支店を代表企業とする、えー、仙台市泉中央駅前まちづくり推進コンソーシアムのメンバーが出席しておりますどうぞよろしくお願いいたします、えー、開会にあたりまして、えー、泉区長の木村より出席者を代表してご挨拶させていただきます 皆様まお晩でございます泉区長の木村でございます本日は泉区役所建て替え事業基本計画中間案の説明会にお集まりいただきまして誠にありがとうございますこの事業は老朽化した泉区役所の建て替えこれとともに泉中央地区のにぎわい喪失や交通環境の改善など周辺のまちづくりについて官民連携して取り組んでいくというものでございまして昨年。 事業者を募集いたしまして、応募いただいた3つの企業グループで、昨年度は公開のプレゼンテーションという形で、それぞれの提案を市民の皆様の前でご説明いただいて、その後、選定委員会などを経まして、本日来ていただいております三菱地所株式会社を代表企業とする、仙台市泉中央駅前まちづくり推進コンソーシアム。この 企業業グループを事業予定定者とととしして決定したというとこ,ろでございますこれまでの間、市の内部、それからこの地域の泉中央地区の商工事業者の方々、また町内会長の皆さんなどからお話を聞いて、意見交換を行いながら、また市役所内部でもいろいろな検討を進め、 このコンソーシアムの方々と調整などを行いながら本日この中間案というのを取りまとめておりますで、この間市議会仙台市議会でも議論いただいておりましてそうしたものをいろいろと検討に含めた中でこの取りまとめになっております 今日と明日この説明会を開催いたしますが、ここで市民の皆様から頂い,いたご意見などをまた参考に、まあ、もちろんあのできるものとできないものはあるんですけれども、そういったものを参考にまた検討を深めて、年度内に基本計画として取りまとめ、また来年度以降、設計、そして着工というふうに流れていくというようなことで考えております。どうぞ今日はあの あまり時間としては限られた時間ではございますけれども、のないご意見とお寄せいただいて、私どももそれを参考により良いものにしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますでは続きまして、本日の説明会の流れをご説明させていただきます。 先月より仙台市ホームページにおいて公表しております泉区役所建て替え事業基本計画中間案につきまして受付でお配りした資料のうち泉区役所建て替え事業基本計画中間案概要版こちらを正面のスクリーンに表示して20分程度仙台市およびコンソーシアムの方からご説明をさせていただきますスクリーンが見えにくい場合はお手元の資料をご,ご覧いただければと思います なお、資料は説明会終了後、回収といたしませんので、そのままお持ち帰りいただければと思います。20分の説明の後皆様、ご参加の皆様の方から質問、意見をお受けする時間を設けまして、19時の閉会予定としております。なお、本日の質疑応答について、主なご意見につきましては、 本日ご参加いただいた方の人数などと合わせまして後日仙台市のホームページに個人が特定できない形で公表させていただく予定でございますのであらかじめご了承いただければというふうに思います。ななお本日ののの説明会会にににつききましてはここ場に来場来することができなかった方のた方めに ライブ配信それから後日配信のための録画をさせていただいておりますのでその点についてもあらかじめご了承いただければと思います連絡事項最後になりますがトイレ休憩などの時間は設けておりませんので一時離席入隊される方は適宜お願いいたしますそれでは資料に基づきまして担当の方から説明をさせていただきたいと思います えー、よろしくお願いします。おばんでございます。えー、財政、えー、財政局の財政企画課長の塩、えー、内と申します。えー、本日私からは、えー、本事業の検討経過、えー、それから事業予定者の選定。 基本方針についてまず講談で,でコンソーシアムの方から具体的な事業の中身につきましてご説明させていただきますのでよろしくお願いをいたします。それでは早速でございますがお手元の資料基本計画中間概要版1ページ目をご覧ください。まずページ左上でございますが事業の検討経過について記載してございます。 現在の泉区役所の庁舎につきましては5つの区役所の中で最も老朽化が進んでおりますため残りの耐用年数それから長期的な財政負担の軽減建て替えによる面積縮減の観点から平成29年度に建て替えについて検討を開始いたしました。それでで平成30年度に改修ではなく 建てて替えをを実施すするととといいうことを主としし表明したものでございます令和元年度から令和2年度にかけましては公募実施に向け検討を行いまして庁舎整備の基本的な考え方主要な要件や仕様事業手法事業者公募に必要な事項等につきまして地域の団体や事業者で構成された泉区役所の建て替えに関する懇話会 こちらでの意見交換ですとか、学識経験者、法律会計に関する有識者、それから本市の職員で構成されました、泉区役所の建て替えに関する事業者選定委員会での議論、それからパブリックコメントでの市民の皆様のご意見などを踏まえまして、令和3年6月にこの建て替えの実施方針を作成したものでございます。 その後令和3年の7月に提案で求める事項ですとか手続き評価基準等を定めた公募要領を公表させていただきまして庁舎整備等を実施する事業者の公募を実施いたしました令和3年12月には公募参加事業者によります公開プレゼンテーション を行いまして、えー、よく令和4年2月の選定委員会における選定結果に基づきましてご案内のとおり三菱地所株式会社を代表企業とする仙台市泉中央駅前まちづくり推進コンソーシアム、えー、こちらを事業予定者として決定したものでございます。 その後、事業予定者より提案のございました内容につきましてさらに検討を進めるために市役所内のそれぞれ関連する部署それから警察など関係機関などとも協議しながら検討を進めまして本日ご説明する中間案をコンソーシアムと共同でまとめたところでございます。1ページ目の右側でございますが 本事業の基本方針を掲載してございます基本方針につきましては庁舎、それからにぎわい、交通環境こちらの三つを柱として事業を進めてまいりますまず基本方針の一つ目でございますけれども区民の安心・安全な生活を支え未来につながる庁舎の整備といたしまして区民が立ち寄りやすく え気軽に集まり交流できることに加えましてまりすままいりますまた災害時の事業継続性の確保と窓口機能の利便性、えー、快適性の向上とともに今後の区役所庁舎のモデルとなりうる整備を目指してまいります方針の2つ目でございますが、えー、多様な活動を支える都市機能の強化と にぎわいあふれる都市空間の形成といたしましてこれまで以上に若者や多様な団体さんと連携したさらなる賑わいと交流の機能を促進いたします本事業ではにぎわいの中心を担う広場と広場を囲む形で庁舎それから民間施設を整備する計画となってございますそれらが泉中央駅を中心とした賑わい軸 のの北端の核を形成いたしましまて日常更に3つ目の基本方針でございますが広域拠点にふさわしい交通環境の改善と魅力の創出といたしまして今後広域拠点としての役割をさらに高めるために乗り換えの場から快適に時間を過ごせる交流結節の場 作りを目指してまいります、えー、そして仙台市都市圏北部の利便性と快適性の向上を目指しまして広域拠点にふさわしい交通環境の改善と魅力創出を推進してまいりますホームページの下段でございますが、えー、南側から、えー、新たな区役所を望んだイメージパースとなってございます、えー、左側向かって左側が、えー、新区役所の庁舎、えー、中央が広場 右側が民間施設のイメージとなってございます仙台市といたしましては区民の皆様にとってより使いやすく身近に感じてもらえる区役所になるよう整備することはもちろんのことでございますがこの建て替え事業が泉中央地区の活性化につながっていくものとなるよう取り組みを進めてまいります。 二ページ目以降の整備の詳細につきましてはこの後今回の整備事業に仙台市とともに取り組みますコンソーシアムからご説明をさせていただきます私からの説明は以上でございますはい、えー、それでは二ページ目以降からですね、えー、三菱辞書の米今と申します私の方からご説明をさせていただきます 2ページ目ご覧ください。建物配置と空間構成についてまとめております。まず、敷地南西側、図の左下になりますが、新庁舎につきましては、泉中央駅から地下道で直接アクセスできるように、敷地南西側に配置する計画といたしました。次に、図の中央になりますが、広場につきましては、にぎわい動線であるペデストリアンデーキからの延伸を重視いたしまして、 敷地中央南側に配置いたします新庁舎や民間施設の1階部分を広場と一体的な空間として整備する計画でございますそして敷地の北側につきましては来庁者を主とした駐車場を整備いたしますが特に新庁舎の北側に隣接する駐車場部分につきましては車いす利用者などの来庁舎が優先的に利用できる駐車場とする予定でございます 敷地東側につきましては民間施設を2棟整備いたしましてそれぞれ低層部分ににぎわいを創出する機能を配置する予定です3ページ目をご覧ください基本方針を踏まえた各施設における整備の方向性についてまとめておりますこのページでは新庁舎について記載しております まず中央に載っております各フロアのイメージをご覧ください。1階に来庁者が多い窓口機能ですとか区民ホールを配置いたしまして、2階と3階には保健福祉部門、4階にまちづくり部門と建設部門など、5階に職員研修所や会議室等を配置する予定です。続いて左下の1階レイアウトをご覧ください。 広場に面する1階には、イベントを含め、多目的に活用できる区民ホールを配置することが特徴となっております。ページの右下のイメージパースにありますように、イベント開催時には、区民広場との一体的なにぎわいを創出できる計画です。地下道と接続する地下から1階までは、エスカレーター、もしくはエレベーターで直接庁舎にアクセスできる計画としておりまして、 1>, 1階の区民ホールなどは、閉庁時も貫通通路として利用できることを計画しております。1階西側の屋根のかかった場所には、広々車寄せというものを整備いたしまして、企業や学校の送迎バスの乗降場所として活用できる計画です。詳細は、後ほど交通環境改善のパートでご説明いたします。このほかページの右側には駐車場計画ですとか、防災、 環境の方針について記載しております。駐車場につきましては、庁舎利用者の利用料金を従来通り無料とする予定です。また、防災機能の強化の観点から、建物を基礎免震構造とするとともに、環境面ではゼブレディですとか、キャスビー S ランクの取得を目指してまいりたいと考えております。え続いて4ページ目をご覧ください。 えー、広場と賑わい創出について記載しております。えー、左手から、いきます。カッコ1、出会いと交流を生む広場の整備についてですが、えー、現在の区民広場の約1.5倍、約3000平米の面積の広場を整備してまいります、えー。広場には幅広い世代の利用者が憩い、くつろぎ、活動できる場として芝生を施設する予定です。 多様な使い方への対応も考慮いたしまして、一部に舗装面を取り入れる計画でございますが、位置や範囲、形状等を含めまして、全体の整備仕様、広場運営の在り方につきましても、今後、仙台市との議論や、地域団体の皆様との意見交換を踏まえて、検討してまいりたいと考えております。右側のカッコ2、大流の仕掛け作り等による区役所敷地のにぎわい創出。 についてでございますが、えー、寄り道をテーマに魅力ある仕掛け作りに取り組む。ほか、地域団体による緑化活動の緑化活動との連携など、緑の創出について引き続き検討してまいりたいと考えております。え、かさん泉中央地区内での連携強化についてですが、今回の授業を契機といたしまして、泉中央地区内における連携を今まで以上に強化していくことが極めて重要と考えております。 南端の核を担う七北公園や仙台,仙台スタジアムで開催されるイベントやプロサッカークラブなどと連携したイベントを開催いたしましてにぎわい軸内のコンテンツを掛け合わせて集客ですとか回遊性を向上させたり地域の活動団体や関係団体の皆様などと連携したイベントを開催したりすることを考えております続いて5ページ目をご覧ください 左側には交通環境改善について記載しております。今回の授業では、かねてから泉中央地区の課題となっている交通について、本事業地を中心としながら改善を図っていきたいと考えております。まず、括弧1、キスアンドライドスペースの待機車両及び企業学校送迎バスの敷地内の取り込みによる敷地周辺混雑への対応ということで、 敷地内にお迎え駐車車場というものと広々車寄せといいううもものの広々寄せを整備します既存のキスライドスペースについては朝のお見送り時よりも夕方などのお迎え時に混雑が発生しているという状況を踏まえましてお迎え駐車場というものを敷地内に整備しまして待機車両を敷地内に取り込めるよう工夫したいと考えております。 また、西側以外の方面へ行き来する企業・学校送迎バスの乗降を敷地内で行えるように庁舎西側に広々車寄せというものを整備いたしましてその送迎バスの一時,待機一時待機できるスペースも敷地内に確保する計画です。 既存のキスライドスペースですとかお迎え駐車場企業学校送迎バスの具体的な運用方法につきましては引き続き整備してまいる予定でございます2点目として、各個に一般来庁者の円滑な出入港に向けた複数出入り口の設置ということでこれまで,南側,で南側だけであった来庁者の出入り口を新たに敷地の東側 北側にも出入口を整備してまいります最後に3泉中央駅バスターミナルの一部機能の分担ということで区役所敷地内に路線バスの待機スペースというものを保管的に確保いたしますまた将来的な路線バスの本事業地内での乗降を視野に入れた整備も検討してまいりたいと考えております 続いて5ページ目右側をご覧ください歩行者自動車動線について図示しております敷地の出入り口を増やすことで敷地内に入る車両も増えますことから適切な歩車分離を図りまして工作ができる限り少なくなるよう安全対策を講じてまいりたいというふうに考えております最後に6ページ目をご覧ください ページの左側には民間施設について記載しております。敷地東側には民間施設丸1と民間施設丸2の2棟を整備する計画です。民間施設丸1は東北労働金庫の店舗業務機能を整備します。東北労働金庫の数百人規模の従業員のみならず、 東北労働金庫店舗のお客様、東北6県の店舗からの来訪従業員が新たに増えると、いったことが、泉中央地区の平日の中間人口の増加につながります。これは、公共交通機関ですとか、周辺地域店舗利用者の増加につながりまして、泉中央地区の日常の賑わいにもつながるというふうに考えております。また、広場に面する建物1階には、 ギャラリーなど地域に開かれた空間を設けることで広場と連続したにいを創出するといった建物計画としています続いて民間施設2に関しましては広場と一体となったにいを創出するカフェですとかそういった集客機能を低層部に配置しまして高層部には賃貸住居機能を整備する計画としております分譲マンションの整備では取り込めない 20歳代から30歳代といった若い世代というものをメインターゲットとしまして居住者同士の交流を促すような居住機能を整備してまいる計画です市の中でも高齢化が進む泉区において若い世代の定住人口の増大に貢献したいというふうに考えておりますまた分譲マンションとは異なり居住者の入れ替えによって絶えず新しい交流が生まれて 持続可能な街,に寄与する街づくりに寄与するとともに泉中央地区の魅力を体験した居住者が将来的に泉区で住宅を購入し生活するといった好住環を目指してまいりたいと考えておりますその他コロナ禍ですとか DX の推進などによって働き方の多様化生活様式の変化が急速に昨今進んでまいり進んでおりますが 民間施設2につきましては、竣工が5年以上先となります、えー。なので、計画進捗に合わせて、時代のニーズに合った機能の整備を目指してまいりたいと考えております。最後に右側、えー、事業手法、スケジュールについてです。泉区役所等整備事業に関しては、施設買取方式。民間施設1、えー、および民間施設2に関しましては、土地売買契約方式。 民間施設3の駐車場に関しましては土地賃貸借契約方式にて事業を予定していますえ事業費につきましては今後資材価格ですとか人件費の変動等による事業費の影響も踏まえながらえ今後の設計段階での具体的な設計要件などを整理する中でえ金額の精査を進めてまい,まいりますえ下段にスケジュール記載しておりますが スケジュールにつきましては今後の事業を推進していく上で変動する可能性がございます、えー、現状のところ記載の通りを予定しているというところでございます来年の秋ごろにまずは北側の駐車場にかかる造成工事に着手いたしますその後2024年度より新庁舎と民間施設一の整備に着手いたします 新庁舎は2026年度に竣工して供用を開始する予定としておりますその後既存の庁舎を解体いたしまして広場などの外交の一部と民間施設二の整備を進めてまいりまして外区全体としては2029年度に竣工していく予定となっております工事計画につきましては設計などが進んだタイミングで改めてご案内させていただく予定でございますが えー全工事機関を通じて、来庁者の利便性の確保というものに重点を置いた安心・安全な施工を計画していきたいというふうに考えておりますはい、えー、説明は以上となりますありがとうございます。